いやー、吉井さん、いやー、森重さん、こんばんは。こんばんは。ね、ちょっと2週ばっかしお休みをいただきまして、はいはいまあ、はい。主にちょっとね、なんか僕がバタついていたみたいなところで、ちょっとできないみたいな時期があったんですけれども、9月の末ということで、帰ってまいりました、ストックブラザーズでございます。そうですね、もうせっかくじゃない、すっかりもう9月終わりっすね、本当に確かに。寒くないですか、なんそう、もうか。ね、寒いんですよね。ねえ。今年なんか一回涼しくなってから涼しくなりっぱなしですそうですね。ね。なんかついに僕はあれですよ、ホットカーペットをね、つけました。ああ、まあね、もう寒いもんね、結構ね。確かに今若干たまにやっぱりあれひねってますよ。なんだっけ、赤外線みたいなやつさ。ちょっとね、たまにつけちゃう、電気ストーブ的なやつで電す気よストーブ的ね。なやつ。まあ何日か前はですね、ちょっと天気もいいじゃないですか、最近。ちょっと今日は雨ですけど、なので、焚き火をね、ちょっとうちの外でしほたりとほかして、ほほほ。あ、すっかりそういうシーズンだな、なんてことを思った いり。や、焚き火はね、なんか9月ですけどねっていう。なんかもまあね、場所がね、本当さ、結構、ね、寒くなるとこだから。う、そうなんですよ。なんかちょっと、まあ、どういうね、格好で一日を過ごせばいいのかが難しい日々ですけども、確かに。どうお過ごしですか、吉井さんは。僕、割とね、まだ半袖なんですよ。っていう本のが、当そうだ。結構ね、チャリ乗るから、やっぱり、なんだかんだこう乗ってると、やっぱりこうまだちょっと汗ばんできたりとかするんで、ちょっとね、なかなか、なんかまだ半袖なんですよそうですか。ね。結構寒がりなんですけどね、僕。まあでも、本当、季節的には、本当に今がね、もう1年で一番好きなぐらいの、もう気持ちよさ。これが一年中がいいですよね。いや、本当、まあ気持ちいい。ね、ちょう本ど当いいに。わ。ちょっと長袖羽織れるぐらいのがもう好きなんで、まあぜひね、今皆でさすんよ、も今。ね、お風邪などは召されないように、でもやっぱりこう、ちょっと街歩きって変だ、おじいちゃんみたいなこと言ってますけど、を楽しんでいただければというふうに思いますけど、何の番組かよく分かんなくなってきたんで、始めましょう。ということでいきますよ。ストックブラザーズ・ザ・ワールド。いやー、お待たせしました。お待たせいたしましだいぶね、2週間ぶりに。た。毎週、できれば毎週木曜日の夜8時30分からお送りしております、カルチャー・キュレーション、ダバナシプログラム、ストック・ブラザーズ・ザ・ワールド。お相手はストック・ブラザーズ・ブラザー1、森重裕介と、ブラザー2、吉井陸人です。よろしくお願いいたよしろしまくお願いします。す。さあ、ということでございましてね、ちょこちょこいい映画もね、上映はされていますし、世間もさ、いろいろ動いたりしてますけど、まあなんかね、気になる話題みたいな、吉井さんありますか？気になる話題、まあそうですね、やっぱり、まあ、プレイステーション5がもう、まあ、発表されて、で発表された時にさ、まあ、発表自体はもともとあったんだけど、11月12日かな、販売しますって言って、予約明日からですって言って、おお、マジか、しかもその時値段もさ、公開されて。大体まあさすがにこういろんなスペックとかまあ結構前から情報出てたじゃないですか。そうですね。とか聞くと、なんかまあ大体まあ6、7万ぐらいするのかなと思ってたんですけど、ね、まあ、まさかの5万円切り、いまあ、やー、税抜きでね。本当ですよ。で、おおと思って、でもね、ちょっと今予約、しかも予約が先着順のとこもまああるんですけど、結構その抽選予約。予約申し込ん、その抽選予約に申し込んで当たれば予約できますよみたいな、まあまあいいかなと思ってるんですけど、それをね、今何個かこう、もう今、かけてるんですけど、まあ、複数当たればね、そう、ベットしてるんですけど、それでね、複数当たればね、その森重君とかに、その購入券を。あ、なるほどね。素晴らしい。いやー、社会貢献ですね、それ社は会ね。貢献、まあね、転売、ノット転売ですけどのとも、転売ですノッよ、トそれ転は。売です、これは。っていうこまあ、とでね。ライブのチケット複数枚取るのと同じようなことですからね、それはね。貼ってね。貼ってね。いやいや、
本当にね、あの値段びっくりしました。あの Xbox の次世代機との駆け引きみたいなことがずっと言われてて、はい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 、ね、Xbox の方がちょっと安めになるんじゃないかみたいなニュースとかがありましたけども、うんうん、まあそういうことがあってかないのか、うんうん、あれぐらいの値段に落ち着いたということですけど、ね、Xbox もね出るし、まあ祭りですね。祭りっすね、ね、で今日あの僕迎えに来てもらったじゃないですか、はいはいはい、まあ、いつも迎えに来てもらったんですけど、ええ、今日あの、まあ、普通に寝坊してしまって、はい、で朝までですね、カナダの、に高畑という、あ、まあ、まあ、元 KBC シネマのスタッフで、はいはいはい、まあ、僕らのね、あの映画の編集とかもやってくれた彼、はい、ナイスガイ、ナイスガイなんですけど、はい、彼とこうあのゲームを久々にやってて、で気づいたら朝ぐらいになってきてですね、その時にまあその PS5 の話とかもしつつ、はいはいはい、そっちどうみたいな、秒殺でした、うん、みたいな、あー本当に、そうそうそう、そんな感じで、いやちょっとな、これ本当世界的なあれですよ、うん、そうですね、うん、で特にさ今その、まあ、その外出とかさがこう制限された時に、はいはいはい、その一時期そのゲオに行ったらですね、大体中古の PS4 がそれまでこう 4,5 台とか、まあ、当然のように置いてあったのが、うん、もう全部店頭から消えたぐらいの時期の時があって、はいはい、もうそれぐらいこう、まあ、その要は引き込まないといけないからゲームをする人が増えたっていう、うん、しかも据え置きでね、うん、そうですねっていう状況だから、さらに今多分ニーズが特にこう伸びている、ただでさえまあプレイヤー多いけどもさらに増えた後だから、こうねすごい、まあ特にその最初 の, その発売日に買えるっていう人はなかなかのこうね、なんか運がそうですねいるような感じがしますけども、まあちょっとねそのスペックが本当にもうその特その発表されているものがさ、うん、まあ、これまでもまあめちゃめちゃそのね3とか4とか出た時におーと思ってたけど、はいはい、なんかまたさらに次の次元に突入した感じするじゃないですか。しますね。そのなんかもうロード時間ほとんどなかったりとかさ、うん、まあ、あとまあ単純にやっぱ本当にスペックの底上げっていうのがちゃんとされてて、なんか BF、バトルフィールドっていうその FPS のゲームがあるんですよね。まあその戦争ゲーム FPS ゲームなんですけど、それが今まで32対32の64人だったのが、うん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 、今度64対64の128になるっていう話があって、PS5、128か、128ってと思ったけど、それはでもなんかそこまで来るとやりたいね、もうね、いやもうね普通にだから、うん、あのなんだろうな、なんか望遠鏡であの戦場の状況を見るような状況に、はいはいはい、それがになっていくのかなと思いますけど、いやー、ね、大対戦、対戦ですよ、ね、いや本当に、ね、どんなゲームがね、うん、出ていくのか、いろいろさこの公開されてるものもあるじゃないですか、はいはいはい、バイオハザードの新作だとかさ、うんうんうん、ありますけども、まあ、そのもちろん最初のタイトルっていくつか、まあ、なんていうんですか、フラグシップタイトルが出ますけど、はいはい、やっぱ多分第2波ぐらいで出てくるタイトルにすごく多分いいものがあると思うので、うん、そうね、あれですかね、サイバーパンクとかは結局どうなるんでしょうね。まあ、絶対出ると思うんですけど、うん、なんか最初その PS5 の, その発売とか分かる前、はいはいはい、実際発売発表されたら、え、サイバーパンクよりなんならちょっと早いぐらいじゃんって、うん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 、なったんですけど、そのちゃんと PS5 には、うん、PS4 買った人もアップグレードできるようにしてますよみたいな、はいはい、なるほどなるほど、言ってて、でもそうそう、そういうオープンワールド系とかってさ、だいたい読み込みがすごいかかったりとかそうなんですよ、するから絶対 PS5 でしたいじゃないですか、うん、そうですね、ね、描画その、うん、ね、その能力も違うから、はい、っていうんでね、いやこれでも先に出るんだったら PS5 版で買うけどなって感じですけど、ね、うん、そう思います。結構話題になってるのはさ、ファイナルファンタジーの新作もどうやら16っていう話ですから、はいはいはい、なんかあのあたりも含めてもう完全に気持ちを、うん、入れ替えてじゃん、切り替えて PS5 でやっていくっていうふうにシフトできる時期に出てくれましたよね。そうそうそう、でね、僕がすごいローンチタイトルで気になってるのがデモンズソウルっていうゲーム、あれもともと PS3 でそういうこと出た、あの前、うん、ね、日本の時話した死にゲーなんですけど、はい、それが3で出たやつが、うん、まあ、4を飛ばして5でリメイクされるっていう、いやーすごいですね。そう、まあすごい人気のある、まあ、あれなんですけど、まあ、それがね、まあ、しかもそれがローンチで出るのが俺はすごい楽しみで、うん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 、これだと思うんですね。なるほど、最初に買うのは。いやなんかすごくさ、そうなってくると、うん、テレビの問題があって、ほらオリンピックが今年はあるはずだったので、うん、それの需要に合わせたテレビ戦線がさ、うんうん、春夏ぐらいに敷かれてたと思うんですよ、うんうん、で、まあ、
それをそのゲーム戦線にこう応用してくるのかどうかは分からないんだけども、はい、なんかうまいことねちょっと在庫があんまり売れてなくてとか言っていいやつが残ってたりして安くならないかなとか思ってたりとかしていて、なんか年明けとかそのこの年度末にかけてみたいなところでちょっとテレビについても見直しを図りたいなと思ってるんですよね。そうそうそう、本当に 4K とかさ、ね、8K とかの世界になってきてるから、はい、5がね、そうそうそう、さすがにそうそう、モニター側も変えなきゃこれね、うん、せっかくのスペックをね存分に味わえないんじゃないかっていう気はしてますよね。まあ、実は若干ですね、僕電気屋さんいくつか巡りましてリサーチをしているところなんですけれども、うん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 、それも見てますよやはりまあこんぐらいかみたいな、うん、まあ、せめて 4K かなと思ってるけど、そうですね、うん、8K はちょっとさすがにね、うん、ね、ちょっとね、あのオーバースペックすぎるのもどうかっていうのもあるので、うん、で、あの音がさ結構いいテレビっていうのも最近よく出てきてるじゃないですか。だからなんかその辺とかもね、うんうん、少しこう見ながらっていう気はしてますけど、はいはいはい、僕はあの割と、うん、テレビとか家電に関してはソニーを買う、うんうんうん、プレステユーザーだからだと思うんですけど、はいはいはい、傾向がありまして、はいはい、やっぱソニーのなんかちょっとこう海の表現だったりとかですね、空の表現だったり、はい、そのなんかこうコントラストみたいなところがですね、はいはい、結構やっぱ気に入ってるんですよ。あ、うん、なんか PS にプレイステーションに向いてるんじゃないかなと思いながら見てますけど、はいはいはい、まあ、高いですよね。まあ、高いですね。大体まあ、うん、まあこんまあ、安そうなやつで10万ぐらいしてました、ね、そうですね。でやっぱでもね、画質が良くってもそのエンジン、うん、中のエンジンが良くないと十分にスペックを、うん、その画質 の、 そのもっと細かいところのスペックを表現できないんですよね。なるほど。だからすごく安いあの 4K みたいなところを買っても案外満足をしないんじゃないかっていうのが今のところの状況なんです。確かにね、その電気屋とか行ってさ、こう 4K のテレビ見比べても全然違うもんね、うん、そうなんですよ、全然違う。なんでって思うけど、そういうことか。あれやっぱり中のエンジンがっていうことだと思うので、はははは、なんかそのあたりも考えると、いやちょっとこれはこの出費はきついなっていうところになるんですよ。なんか ね、 まあとはいえね、まあ続けてもそのまあロードの爆速のロードとかはね恩恵受けれるから、うん、ね。あとさ、その今度のやつ、そのコントローラーのさ、はい、あのトリガーなんだっけ、触覚フィードバックなんか、はいはいはい、センサーみたいな、そうそうそう、なんかそのまあゲーム中で触れるもので、うん、コントローラーのそのまあ要はトリガーのこう引く多分強さが変わったりとかするっていう、うん、それがどんな風になってるのかとかすごい気になりますね。気になります ね、 ね、もう完全に次世代機という感じでしょうから、ね、だからその体験にこう合わせてきてるって感じですよね、うん、ゲーム体験。多分 PS3 から PS4 の時以上に何かしらそのゲーム体験自体変わるものなんだろうとは思いますけど ね、 ね、すごいですよね、うん、なんか音もそのなんかパルス 3D っていうヘッドホン出るじゃん、はい、なんかなんかだいぶそのヘッドホン違うんだろうなと思うし、うん、買いたいね。やっぱそのあたりも買えるような形であれぐらいの金額って考えてるんだとすれば、うん、まあ我々はなんていうんですか、その策略にまんまとハマりたいあたり、まんまとね、うん、喜んでね、そういうことですけどね。いや本当にお金がいくらあっても足りないな、時間がいくらあっても足りないなみたいな、本当にね、両ところでございますよ。どっちも足りないですわ、ね、はい、はい、まあ、ということで、うん、もうね10分過ぎてっていうあたりになりましたんで、はい、今日もこのコーナーに参りましょう、はい、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。よいしょ。さあということでね、毎回、周りのあらゆるものを叩きながら何ですか、生演奏で生演奏でお送りしておりますけれども、このシネマンどころのコーナーでは毎週何かしらの映画を我々がウォッチいたしまして、はい、その映画がこのシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画ダバナシコーナーでございます、はい、ということで今週の映画はミッドナインティーズ。アメリカの俳優ジョナ・ヒルが手掛ける初監督作、主人公の少年にルイスと不思議の時計、聖なる鹿殺しのサニー・スリッチ、母親ダブニー役にファンタスティック・ビーストシリーズのキャサリン・ウォーターストン、兄のイアンにある少年の告白、マンチェスター・バイ・ザ・シーのルーカス・ヘッジズ、1990年代半ばのロサンゼルス、
13歳のスティービーは兄のイアン、母のダブニーと暮らしている。小柄なスティービーは力の強い兄に全く歯が立たず、早く大きくなって彼を見返してやりたいと願っていた。そんなある日、町のスケートボードショップを訪れたスティービーは店に出入りする少年たちと知り合う。彼らは驚くほど自由でかっこよく、スティービーは憧れのような気持ちでそのグループに近づこうとする。ということでございますね。9月のおすすめ映画の中でもね、ご紹介しましたミッドナインティーズという作品で、我々としてはやっぱりジョナヒルがね、監督をしたということが、一つ切り口として大きいじゃないですか。コメディアンというコメディ俳優の彼が、彼が実際に育った地区で、その当時のカルチャーというものを、フィクションとして映画にしていくということで、表現的にもそのどんな雰囲気とか会話がなされるのかっていうことも楽しみだった、そんな作品でございますけれどもね、ちょっとさ、本題に入る前に、これ多分マンチェスターバイザシーの話の時もして、同意を得られなかったんですけど、やっぱルーカス・ヘッジズはチャニング・テイタムに似てると。似てるかまた今回も思った。やっぱりね、あ、そう、もう一回思いました。あ、本当に、なんかやっぱジョナヒルジョナヒル、あ、21ジャンプストリート的な的なあれで、なんかやっぱそういう目線でルーカス・ヘッジズを起用したのではないかっていうどうでしょうね、似てるかなもうね、そうか、本当に名前、俳優さんの名前がよく分かんないって人にはもう何の面白くもない会話ですから、ちょっと調べなくていいから。チャニングテイタムもね、ということでございますけれども、どうでした、吉井さん、この映画。僕はね、結構このもう3月ぐらいにこれ見てて、でね、その時に話してましたけど、それで、ね、スケボーやりたくなったっていう、一本で、ずっと公開楽しみしてたんですけど、公開されたらですね、すごい多分こういろんな人のこう予想を上回る、多分お客さんが入って、かなり大ヒット、厳しいシネマでも、多分森重君この前ね見に来たじゃないですか、結構混んでましたよね。混んでました。でしかもすごくお客さん若くて、いい感じでしたね。いや、そうそう、すごい嬉しくてですね、なんかね、結構そのちょっと映画の話じゃないんですけど、そのやっぱりスケボーをね、もう多分乗ってかはちょっと分かんないですけど、こう持ってくるお客様結構いるんですよ、もうスケボー自身も自体もやってて、で、結構さ、そのデッキテープ結構ザラザラするじゃないですか、あの乗るところですよ、スケボーのいわゆるあそこは滑り止めみたいな感じで結構ザラザラしてるんで、そこをね、結構その椅子とかにこうかけたりとかすると、こうね、椅子傷つくじゃないですか。そうね、割とこう結構預かるんですけど、結構本当に、ああ、すいません、どうぞどうぞみたいな感じの人が多くて、でこの前、高校生の男子4人組みたいなお客さんがこう全員スケボー乗ってて、4人ともね、で、あ、ちょっと預かっていいですかって言ったら、もう、ああ、どうぞみたいな、もう全然何してもいいですよみたいな、もうそこまで、折ってもいいんでみたいな、いや、ダメでしょとかこう言いながら、預かってですね、テンション上がってきてんな。いや、そうそう、ね、で結構ね、あとやっぱそのウィール、そのタイヤの部分がみんなこうハードタイプのやつで、ああ、そうですか。僕らそのソフトウィールじゃないですか、ね、その要は路面をこう、ある程度ガタついてもちょっと気持ちよく滑れるみたいな、で、ハードはもっとこうなんかトリックとかするようなやつ、反発をね、結構するやつですね。よく言われてる、硬いんで、ツルツルのところだとすごいよく滑るんですよね、スケートパークとか。そうね、そういうそのハードタイプの人がもうほとんどで、いたかな、ソフトウィール、わかんない、みんなハードウィールだったかな。あ、本当ですか。だったから、うわ、すごい、みんなこれな、ハードなんですねつって、そのよくこれで路面走れますねつって、でちょっとスケボーやってるんですかみたいな話になって、これ見て始めたんですよみたいな言って、今度やりましょうよみたいな。うわー、なんとなんと、ね、で本当に教えてもらいたいなと思ったんですけど、ちょっとね、さすがになんか なんていうかな、滑ってるところ聞けばよかったんですけど、でそこに行ったらさ、いるみたいな、ね、あ、どうもちょっと教えてくださいみたいな感じで来たんですけどね、ちょっとそれをとっさにちょっとなんか、あ、もう映画始まるんでどうぞみたいな感じ、ちょうどねブザーもなっちゃってたんでって感じ、ちょっと、ね、できなかったんですけど、すごいね、やっぱり感情がいいというかですね、めちゃくちゃいいですよね。そうそうそう、そうなんですよ、なんか結構そのなんていうかな、やっぱりこうスケートカルチャーとかのやっぱお客さんがすごい多いような気がするんですけど、
なんか本当にね、うん、もうめちゃくちゃ感じがいいっていう方がやっぱ多くて、うんうん、もうだからそういう意味でもね、すごい僕はもうその映画もめちゃくちゃ好きで、これは、はい、そのいろんなお客さん来てくれてすごい嬉しいし、しかもそのまさにその、うん、まあ、実際スケボーやってる人たちが来て、はいはい、しかもスケボーも持ってきて、うん、いいじゃないですか、うん、めちゃくちゃ、うん、この映画で、でしかもねそんな感じだからもう超いいなこれ、もう、いや本当ですね、ずっとやってたいなみたいな、ね、うん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 、気持ちでね、もうね永遠にミッドナインティーズ感この回はミッドナインティーズですね、うん、いや本当に見てる側としてもね環境とっても良くて、うんうんうん、なんていうかな、こうすごくリラックスして、はいはいはい、映画館の椅子に座ってる感じっていうのが、うん、あってですね、はいはいはい、で僕もなんかちらっと昔の友達っぽい人とか見かけたりとかして、うん、あいつそういえばスケボーやってたなみたいな感じの、はいはいはい、やつらとか あいつラップやってたなみたいなやつとかなんかちらっとあの時見かけたりして、はいはいはい、まあ、別に声かけないんだけど、なんかこうあそういうやつらが同じ空間にいるっていう映画体験は今までなかったなと思って、いいですね、なんかとっても嬉しかったし、でこれ今の吉井さんの話にね、うん、関わる話かもなと思うんだけど、うん、ジョナヒル監督自身が、はいはい、ジーニアスでメディアのインタビューの中で、はいはい、その今までいわゆるそのスケボーカルチャーみたいなものがパーティーとか、うんうん、なんかそういうものを、うん、まあ、中心に描かれてきて、どちらかっていうと、うん、チャラい感じっていうか、うん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 、だったんだけど、いや実際そうじゃないんだと、うんうん、でそれを描くっていうのが結構この映画を撮る上での、うん、めちゃめちゃ大きなテーマだったんだっていう話を、うん、理由になったって話をしていて、それはまさに今の話だと思うんですよ、うん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 、でやっぱりその来てみて接してみると、うん、やっぱほらいいやつらだよねっていう感じ、そういうお客さんをしかも呼んでるっていうのがさ、うん、この映画の何か磁場そう、ね、だし素晴らしい部分、うん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 、まあ、ちょっと一つその時代のなんていうんですか、こうマークとして、うんうん、残るものになったかなって感じはしますよね、うんうん、そういう意味で、ね、そうですね、うん、90年このねミッドナインティーズっていうその90年代の半ばっていうなんかその超有名スケーターのさ、うん、まあ、モデルにしたその、まあ、例えばロード・オブ・ドッグタウンとか、はい、そういうスケボー映画、はい、あとなんだっけ合わせちゃいましたけどなんかいろいろあるけど、うん、なんかこういうねなんかその、まあ、何でもない、はいはい、まあ、ちょっとまあなんていうかな、まあ、プロになりそうなやつとか、まあ、出てくるけど、うん、まあ、それでもなんかこう単純に街の片隅にあったスケートカルチャーみたいなのをなんかその等身大で撮るみたいなのもって意外とそんなに確かになかった。そうですよね、なんかパンフでも書いてあったけど確かにこうそれは向こうでもそうなんだと思ったけどなんかこうやっぱりどっかちょっと白い目で見られるところが、うんうんうん、スケートボードカルチャーあるっていう、うんうん、ね、今度それこそさ行き止まりの世界に生まれてっていうドキュメンタリーで、はいはいはい、まあ、まさにその現代でね、超貧困の貧困地域で、うん、まあ、スケートボードに、まあ、を楽しむ男の子3人のドキュメンタリーがあるんですけど、はいはいはい、なんかまあ多分そういう視点って今向こうでもあるんだっていうのは結構その、うん、まあ、発見というかだったけど、うん、まあ、日本だったらもっとそれ多分すごいじゃないですか、そうですね、もっと白目で見られてるというか、うん、でやっぱそれに対するコミュニケーションが成熟してない、うん、このミッドナインティーズの映画の中でもさ、うん、まあ、立ち入り禁止のところに入って警備員とこうやり取りをするみたいなシーンがあったじゃないですか、なんかああいうコミュニケーションはないじゃないですか、あ、確かにね、うんうんうん、だから、うん、まあ、別にないいい悪いって話じゃないんだけど、うんうん、もう基本的にその禁止のものっていうものに関しての受け入れ方っていうのがもうパターン1って感じで決まってる、うん、あ、確かに、うんうんうん、なんかああいうその立ち入り禁止のところはさ、なんかそのまあすごすご帰るか、うん、逆にすごいなんかやばいことになるか、うん、どっちかを二択になりそうですよね、うんうんうん、なんか日本だとそのそう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 、なんかオーバーに逆に反発しちゃうみたいな、うんうん、なんかあのぐらいの距離感でいいじゃねえかみたいな、ね、感じのはあんまりまあ確かにコミュニケーション、うんうん、っていうのは確かにあんまりなんかね、そうそうそう、まあ、すればもっとした方がいいかもしれないことですよね。で、うん、実際にその今ね、うん、現在その場所、多分場所のことだと思うんですけど、うん、パンフに書いてあったのは、うん、そのナイキがさ、うん、その所有してスケートパークとして、ははははもともとやっぱり立ち入り禁止区域だったんだけど、はいはい、ナイキが所有しているし、うん、今回の映画の撮影でだいぶこうグラフィティとかも再現したんだけど、市がもうそのままにしてくれっていう形で、うん、行政としてもサポートして残していくみたいな形になってるらしくて、すごいな、いやもう最高だなその話と思ってそういうの聞くとやっぱね、なんかあアメリカすごいなって思いますね。まあね、そのいろんな面があるという面でアメリカの魅力があるじゃないですか、うん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 、これなんか割といつも言ってることで、うん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 、あれですけど、うんうんうん、なんかその
部分を感じたし、そういう意味ではさ、そのものすごいミクロな見方をすれば、うん、この映画に出てきた、人たち、うん、スケボーやってる少年たちの会話がさ、うんうん、そうだったなと思っていて、うん、例えば、まあ、人種に関する問題だとか、うんうん、そのそれぞれのなんかこう思考に関する問題だとかをしてるんだけれども、はいはい、なんかさこう、あ、いいねいいねわーわーみたいな感じで盛り上がるっていうよりは、うん、なんかちょっと半分ディスみたいなことをユーモアでちゃんと言っていきながらこう会話を続けていく感じ、うんはいはいはい、なんだよそれめちゃめちゃ気持ち悪いねそれみたいなこととかをこう言いながらやってる感じっていうのが、はいはいはい、だからそのまま意見が違うままその場にいてっていうことをさなんかこう表してるなっていう感じもしたし、はいはいはい、豊かだなと思う。なんかまああれがチルチル、うん、そうねって感じもしますけどね。なんかね、あとね結構個人的にこの映画 の音楽がすごいいいなと思って、はい、そのそれこそちょうど僕がさ今日迎え来てもらって曇った時にかかってた、はい、あのソウルズオブミスチーフの93ティルインフィニティって曲とか、うん、僕これ映画館あその映画見てあのサンプルであんなに見てる時にかかっておおと思ったんですけど、うん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 、なんか本当に多分ちょうどこの時に超ヒットした曲で、はい、まあまあ、そこがピークだったというか、まあうん、あれなんですけど、なんか他の映画でかかってるの聞いたことないし、うんうんうん、なんかまさにこの時代のなんか空気感をすごいこう表現してるような曲だと、うん、なんか僕はあれちょうどエレクトロニカとか聞いてるときに、はいはい、トラックが結構その割と、まあ、例えばボーズオブカナダとかっていうその、うんまあ、アーティストとかになんかちょっと近いよみたいな感じで言われて、はいはい、結構前に聞いてた曲だったんですよ。だからリアルタイムじゃないんだけど、うん、でもなんかねすごいなんかジョナヒルがやっぱなんか選曲とか多分相当こうセンス発揮してんなって感じで、なんかねどの曲も結構ツボを押さえてるっていうか、そうですね、まあ本当に彼が生で生きてきた中でこれがっていう、まあある意味ジョナヒルミックステープみたいなものがサウンドトラックなんだっていうところがさすごくいいし、なんだろう、まあそういう意味で思っていくのはさ、その我々的にはさ、そのなんだろう、リバイバルど真ん中世代では多分なくて、うん、多分今の20歳ぐらいの子たちとかにとかティーンの子たちに今90年代リバイバルとかアップデートが来てる、うん、あのカルチャーとしてあのファッションとかも、はいはい、来てる、まあ、それは多分そのそういう雑誌とかを作ってる人たちが当時の人たちになったからなんだとは思うんだけれども、うん、で僕らもさ90年代を生きてるんだけど、この登場人物たちよりちょっと年齢下じゃないですか、うんうんうん、だからちょっと上の人たちを追ってきたものとして、うん、なんか今、うんうん、なんかそこにこうなんかこうコミットしていけるっていう、うんうん、だからなんかすごくそういう意味では不思議だなと思いつつ納得感があるのは、うん、90年代の話を描いているんだけど、うん、今の映画として僕らは何か捉えているところがあるっていうところ、ここがねこの映画がうまいところかなというふうには思って、なんかそのねあのソウルオブミスチーフとかもなんでしょうね、なんか懐古趣味的に聞いてるわけじゃない感じもしてですね、うんうん、そうなんですよね、なんだろうなそのうん、そうそうそう、なんかそのノスタルジーに浸ってるわけじゃなくて、そう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 、なんかこうなんかむしろね、真新しさをなんか流れた瞬間に、うん、わーってなんかこう、そうそうそう、目が開くような感じがしたっていうか、なんかね、まあ多分僕らスケボーとかするとき多分かけるよねって感じに、ね、なるよねっていう、スケボーしたいよね、したいですねあのいい時期になってきたんでね、それはそうとスケボーした感じした、本当に、いやー、でもなんか本当そういうところあって、で僕ね結構この映画で、結構大きな、結構大きな僕としての変化をこの映画にもらったんですけど、あの自分のねその過去の趣味とか何どういうカルチャーを摂取してきたかみたいなものをちょっと認められるようになったなっていうところがあって、あの僕は結構小学校の時代とかは普通に J-POP 聴いてたし、中学校とかになってからはそのまあハードロックとかそういうスタジアムロックみたいなものをボンジョビとか聴いたんだけど、でもねあのちょっと実は負い目的に感じてたのは、あの時期になんで俺たちは俺はそのヒップホップとか R&B にもっとハマれなかったんだろうか、それはもうアクセスするとこがなかったっていうことに尽きるんだけど、自分でやる方法いくらでもあったじゃないみたいな気がして、もっと知りたかったみたいなことがあってさ、例えばその
日本のバンドで行くと例えばさバンプオブチキンとかさ、はい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 、そういうのが好きだったこととかもあるし、うん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 、海外だとそのボンジョビとか、はいはいはい、しかも最近この映画でニルバーナの曲が流れて気づいたんだけど、うんうんうん、俺やっぱりねハードなロックバンドの、うんバラード版、うんうんうん、ボンジョビで言うとねジーズデイズってアルバムがあるんですけど、はいはいはい、とかを好んで聴いてたこととか思い出してきて、はははは、でもね隠してたんですよ、うんうん、蓋をしてた、なんかちょっと恥ずかしいみたいな気持ちで、はいはいはい、ボンジョビ好きとか言うのみたいな、ね、これを肯定できるようになった、うん、あめっちゃいいじゃないですか、うんうん、なんかあこれはこれで俺のそのレプレゼントする何かだっていうことをちゃんと認められて、もう一回今聞き直したりとかっていうことをこの映画を機に始められて、だからそのそれがさそういう態度じゃないですか、ヒップホップっていうカルチャー自体がなんかこうこういう文化を押し付けていこう広めていこうみたいなことじゃない態度、いろんなものがあると、で俺たちの態度がこうなんだと、でこの土地とか今の状況でっていうことで言えばラップだったりするしスケボーだったりするしブレイクダンスだったりするんだって話だと思うから、なんかねやっとなんて15年ぐらい経ってその痛かったところに来たって感じがしてね、なるほどね、これは大きかった、あでかいですね、うんうん、ははそう、そんな映画だったんで ね大きかったですよこれは、うん、なるほどね、そう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 、いやまあそういうのありますよね、多分みんなあるんじゃないですか、うん、なんかそのねこの時のなんか自分の思考は、うん、あの恥ずかしいみたいなさ、うんなんかね、あるよね多分、うんうんうん、映画に関してはさ割と、うん、あの早めに、うんあれですよ早めに、ね、パニック映画とか007で育ちましたみたいなことを言えるようになったけど、はいはいはい、あそれこそ俺映画で言ったら昔はもう全然違うからな、その、うんうん、ね全然なんていうかな、今見たらなんか唾吐きたくなるような映画とかそうそう見てたよね見てた見てた、うんまあ、そういうのがねその例えばその、うん、まあ当時そのやっぱり宣伝とかをさ、うん、普通にこう、まあ、例えば踊る大作戦だったりとかさ、うん、そういう、まあ、実際にめちゃくちゃお客さんも入ってさ話題になる映画、うんまあ、セカチューとか僕見てないんですけど、あそうですか、うん、なんかまああの辺とか、うんね、そういうのはまああるじゃないですか、うんうん、ありますよ、なんだっけあの今会いに行きますとかセカチューとかあの辺りの ね、こうオレンジレンジとかオレンジレンジがすごい流行ってた頃のあれですけど、ね、はいはいはい、うん、まあまあまあ、まあ、そうそうそう、まあ、そういうのありますよね、ありますあります、ただね、うん、確かに確かに、あでもこれ見てそれ思うのいいっすね、やっぱりなんかこう出てくるカルチャーがさこう、うん、まあなんだろう、今見てもなんかまあかっこいいよねって思えるものは結構出てくるじゃないですか、この中に、うん、出てくる、まあなんかなんだろう、まあ僕がいつも思い出すのはやっぱりゲームですけど、うん、とかなんだろうな、まあ、服装とかも入ってるのかな、あのお兄ちゃんとかのね、はい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 、うん、あお兄ちゃんのね、うん、あのルーカス・エッジですね、そうそう、すごいチャニーズ・テータムみたいなことを思ってますけど、うん、かっこよかったですよね、 お兄ちゃんね、うん、なかなか結構いい役で、うん、なんかめっちゃ引くぐらい暴力振るんだけど弟に、てかさあれこういうのあったよなって、なんかその、うん、これはそのなんかなんかこう取り上げるべき問題とかじゃなくて、まあすごいオーバーだけど、うんまあ、実際、うん、でもなんかこういうことはあるよねっていうさ、うんうん、でもちろんさあれを掘り下げていってその深刻な問題とか家庭の動向っていうことはできるんだけど、うんうんうん、あのそれはそれとしてある、うんうんうん、でそこではなくその中から抜け出したあのスケボーパークの中でのスケートボードをする中でのことを描くっていう風に振り切ったところはさ気持ちいいですよね、だからこそのこの尺90分弱ですよね、うん、いやそう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 、そこもいいんだよな、いやそうですね、この主演の子がやっぱすごい良くて、うん、なんか特に前半とかねなんかめっちゃ可愛いじゃないですかこの子、可愛いね、可愛いけどだんだんさなんかあのちょっとこう険しい表情になってきたりするじゃないですか、うんうん、おーっていうね、なんかこう、うん、まあねあの僕はそのあたりで、うん、あのとある人にこの子は似てるっていうことをちょっと思ったりしたんですけどそれはちょっとあのなるほど、ね、ここでは言いませんけどね全然あの個人的な話で聞いてる人には誰のことか分かんないいやサニセリチ君すごいわ、でまあね実際本人スケボーめっちゃ滑れるっていうね、ねえ、うん、らしいですね、結構さこの映画なんかそのプロットとしてはなんかまあ割とこう王道なというか、うん、なんかそのまあよくあるじゃないですかこういうさ、うん、そのまあちょっと子供だって、まあ、完全にもそのまあ中身ももう子供だった子がちょっとこうなんていうかな大人じゃないねですね、うん、なんていうんだろうな不良、うん、不良って言っちゃうとちょっと違う気もするんだけど、うん、
まあ、ちょっとこう、まあ、ヤンキーなんつったらいいのかなの、まあ、の世界に入って、ちょ、まあ、大人になるわけじゃないんだけど、はい、ちょっとこう、まあ、一個年を取るというかですね、うんうん、みたいな。で、まあ、そのグループに認められていく過程だったりとかさ、うんうん、っていうのもさ、なんか本当に何だろう、そのなんていうかな、そこはさ結構こう、まあ、王道なというか、うん、そのまあ、よくあるというかですね、うん、プロットなんだけど、なんでこんなにこう そのシンプルな物語がこうしっかり見れるのかっていうのは、うんうんうん、結構ミッドナインティーズのやっぱりこう大きい魅力なところかなと思って。そうですよね、うん、なんかまあ本当に繰り返されてきたような話なんだけど、うんうんうん、これだけやっぱりこうなんか説得力がこの映画にあるっていうのは、うんうん、やっぱりなんか本当にこの映画の隅々にまでジョナヒルが、うん、まあ、だったりそのスタッフたちがいろいろこう、まあ、個人の多分その実際みんなが過ごしてきた時代だからとか、そのまあとかた実際にいるまあ人とかのさ、うん、をこうなんていうかな、できるだけこの映画で再現しようとして、うんうん、すごいそれで生々しいものになってるっていうのが結構でかいかなっていう気がしてるんですけどね。そうですね、その空気を知ってるからこそ描けるみたいな、うんうん、そうそうそう。であと出てくる登場人物に一人一人に、うん、こういう人いるよなっていう、うん、なんか俺はその場に全然いなかったけど、うん、でも絶対いるこういう人っていうのが伝わってくる。そうですね、うん、誰かに例えば感情移入できなかったとしても、うん、その知っている誰かみたいな感覚で見れるっていうね、うんうんうん、そう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 、わかるわかる。だからね、そうそう、主人公以外のキャラクターにも結構その、うん、なんていうか目がいくというか、うん、ちゃんと追いたくなる人たちなんですよね。いや、ほんとほんと、うん、みんなすごくなんか大好きになる感じというかね。やっぱね、うん、あとやっぱりこういうその、まあ、当時スケボーをこの世代にやってなかったから、うん、あ、こういうカルチャーでこういうね、なんかすげえいいよなってやっぱ思いますよね、うん、思います思います、うん、そう。だから今まではこういうのを見るとさっきの話だけど、うん、なんであの時やってなかったんだろうって感じだったんだけど、うんうん、なんかもうそれはそれで、うんうん、まあ、今からだってやれることはあるしみたいな、そうそうそう、うん、なんかあんまりこう変に自分をバックラッシュさせないみたいなところがすごくあって、うんうんうん、あのでもやっぱりなんかそういう心地よさを感じさせてくれるものの一つとして、うん、彼らはさ、彼ら同士で会話してる、ずっとちゃんと、うん、当たり前なんだけど、うんうん、映画の中ではやっぱりその会話をしているように見せかけて、うん、観客に投げかけているようなセリフっていうのも多くなりがちじゃないですか、うんうん、で、まあ、確かにそういうメッセージみたいなのも汲み取れなくはないんだけど、うん、あくまで目の前にいる人に向けてその登場人物が喋りかけていて会話をしている、うんうん、で大事な部分はをそのセリフで妙に説明したりするのではなく、うんうん、沈黙とかその雰囲気で撮っていくっていうところがさ、うんうん、なんか心地よかったなと思います。そうですね、うんうんうん、そのね、なんかまあ圧力のための圧力描いたりとかすることもなくね、うん、そうですね、うん、やっぱりその16ミリで撮ってるっていうのがすごいやっぱでかかったっすね、うんうん、そうですね、うん、まあ慣れてない人はあれなんでこんなあのサイズちっちゃいんだろうって思ったかもしれないんだけど、ね、そうですね、うん、まあ最後のエンドロールを見ればしっくりくるものもあるかなっていう気もしますけどね、なんかね、あ、この時代の雰囲気なんだっていう、うんうんうん、でもやっぱり古臭くないんだよね、なんかね、うん、うん、いやー、とてつもないことを成し遂げたんじゃないかっていうジョナヒルはって気がします。しかもパンフ読んでたらさ、なんかすごいその、うん、脚本書いたその、あ、そう、面白かったのがさ、そのパンフでその、うん、まあ、上の人に言われたのかな、うん、なんか脚本書いたご褒美が撮影 で、うん、で撮影したご褒美が編集だよみたいな、やっぱ編集とか撮影って楽しくて、うん、脚本大変みたいな、うん、言われたけど、でも脚本書くことからも楽しかったって言ってて、うん、おーと思って、まあ、本当にね、なんかもう本当に自作とどんどんね、うん、ジョナヒル撮ってってほしい、うん、俳優もねとしてもね見たいけど、そうですね、うん、これだけ ね1本目でこんな面白い映画撮っちゃって、うん、しかもものすごくこう周りにサポートされてる感じがするじゃないですか、そうそう、この映画で、うん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 、なんかそういうところも含めて、うん、なんかいい映画の作り方というか、うん、まさにあのスケート、あのスケボーをしてる人たちのような中で、うんうんうん、映画が作られていくっていう、そうそう、その感じすごい、そのパンフのインタビュー見て思ったな、なんか、うん、あのまあいわゆる他の大体監督のインタビュー、まあ、もちろんスタッフのさ美術がとか言ったりするけど、うんうん、なんか名前で呼んでたからかなちょっと分かんないけど、なんかすごいこうチーム感みたいなのめっちゃ感じましたね、うん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 、チームでこれ作りましたっていう、うんうん、っていうところが確かにいいですよね、うん、なんかこの映画にすごい合ってるし、うんうん、
いやなんかジョナヒルらしいなって気もするし、ね、本当に、うん、こいついいやつやな。なんかね本当語ることはたくさんあるんですけど、うんまあ、実はねもう30分とうに過ぎていまして、あそうっすか、うん、あららら、まだまだね語りたい感じもしますけども、そうね、まあ合わせて、あどうですか、ミッドナインティーズはまだちょっとしばらく上映はありそうですか。ミッドナインティーズは、はい、まだまだね、本当になんかねお客さんがこう減らないんですよ、うんうん、めっちゃありがたいことに、ありがたいですね、うん、まあ、ぜひねこれをちょっとこういう映画ロングラウンさせたいっていきたいんで、うん、皆さんぜひあの1回2回と、僕もちょっとね珍しくこれはちょっともう1回行こうと思ってます。あのパンフとかしっかり読み込んだ上でもう1回見たいなっていう、音楽もしっかり入れて、確かに俺もねまだスクリーンで見たいんでね、スクリーンで見たいなと思ってますよ、ちょっとねこれはぜひ行こうっていう人、あの1人じゃちょっとっていう人は誘っていただければ行きますんで ね、ぜひぜひ行きましょう、行きましょうということでございますけれども、まあ合わせて言うと、うん、行き止まりの世界に生まれてが、ねうん、あります。いつからになりますかね。ケビシシネマはあさっての26日から、うんはい、公開ですね。こちらもぜひということですし、うんまあ、ちょっとこの放送の時点ではもう終わってますけど、ブックスマートで、ね、あのジョナヒルのこの妹が出演しているブックスマート、うんうん、この中でもねあの、うん、少ないですけど、うん、スケボーのとってもいいシーンができたりもしますし、女の子がねですよね、うん、すごいのとかもありますからね、うん、ぜひぜひそうなんか最近ねスケボーをよく見る気がするんだよその映画で、うん、俺もそう思う、うん、なんかまたねスケボーブーム来るかもしれないですね。ねやっぱ、うん、ストックブラザーズが乗っているあれはなんだ、わかるやろっていうすぐ出るね、すぐね、すぐ手柄にしたから、うん、すぐ手柄にしようとするそん確かにそんな感じはします。なんかしますよね、うんうん、いいな。でもこの時期にやっぱりこういう青春というか、うんうん、映画を見られるということは幸せなことだと思います。ですな、はい。まあ、ちょっといろんなお話今日はありましたけれども、うんこの辺でシネマのところと思いますが、はい、もうこれはなんていうんですか、もう、もうまあ、そのなんか考えるあれもないって感じですけど、そうっすね、参りましょう、はい、決済。はい、まあもちろんですね、まあもちろんでございます、もちろん論太郎でございますよ、そんなもんはねということで、うん、まあまああとね、もう僕的にはね結構森下くんがその2日連続で KC シネマね、はい、来てくれたことも嬉しいですよ。いやでも久しぶりだったけど、久しぶりにね、なんかホーム感あったな、うん、いや嬉しいな、なんかな、嬉しい嬉しい、よかった。まあちょっとあの続けていこうと思っております。ぜひぜひ、ね、ということでこのコーナー参りましょう、はい、今日の英単語よいしょ。今日の英単語よいしょ。このコーナーでは毎週インターネットの上にゴロ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 落ちている英単語たちを一つ一つ拾い集めては学びましょう。そんな英単語コーナーでございます、はい、もうね40分過ぎているにもかかわらず、ね、このゆっくり感っていうのはゆっくりのもう開き直り知らねえでございますけれども、うん、今週ちょっと英単語ランキングみたいので見てたんですけど、結構ね、うん、なんかこうなんていうかな、こう自分をこうオプティマイズしていくというか、うん、こう上げていくような、エンパワーメントされる、そうエンパワーメントしていくような言葉出てこなかった、うん、単語がさほう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 、ちょこちょこ多くて、まあ、その中の、まあ、なんだろう、うん、一つとして、はい、今日の英単語こちらです。なんだ、 Rise 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 Rising じゃないですか。そうですね、もうレベル1でございますけども、まあ、これ吉井さん意味はお分かりですか、ね、上げ上げですRise は上げ上げライズとは、そんな言葉が出てくるとは思うかその通りでございます、地平線上に登る、出る、まあ、舞い上がるとかあのそびえ立つって意味もあるんですね、なんかそんな意味の単語でございますということで参りましょう、はい、Repeat after me、okay. Rise 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 One more time. Okay. Okay. Rise. Rise. いいね。短いのはなんでこんなに笑ってしまうのかっていうところはありますけどね。本当に。
さあということで、あっという間にエンディングでございます。あっという間ですな。なんかこの映画についてはもっと語りたい。あのパンフレット、うん、A24 のそのパンフレットをね、うんうん、すごいこう充実のパンフレットで、しかも800円とかっていう、うんね、なんかとてつもないものですから、ぜひ皆さん買ってください。これは、うん、これ最初値段見た時にあれ間違えて一回確認しましたからね。1500円とかしても全然いいと思いますけどこれ ね本当に800円か。もうパンフレットっていうかこれもうムックですもんね。そうですね。なんか、この背表紙が見えるっていうね、厚みで、いやちょっとこれはぜひぜひというところでございます。皆さんの感想もお待ちしておりますんでね。そうですね、ストックブラザーズ q@gmail.com までどんどん、はい、あのメールメールをねいただければと思います。ね、なんか、はい、その多分結構、まあ、笑うシーンとかありましたっけ、どうだろう。まあまあそんなにゲハゲハって感じではなかったです。まあないか、うんうん、まあブックスマートとかはねそっちはあるかもしれないですね、うん、なんかそういうその劇場体験もね、うん、まあ一期一会的なね、はい、あ出た、ロクるわけじゃないんですけど、老人みたいな、いやシアター一期一会的な、あそういうことですね、なるほど、みたいなものねいただければ、さよなら、はい、また来週。